こんにちは、ネマです。パープルアプリやっていきます。今回は春芸千丸をまた行きたいと思います。で、千丸が弾けましたと。イベント的こんな感じです。東雲、サイリ、みやびちゃん、カミラ、静香で、新マネという感じですね。小川ちゃんと。で、恋愛上手のお守りを持ってちょっとこのデッキ思想したいなと思ってましたところ、持ち込み忘れして、しかも千丸出ちゃいましたと。ただまあせっかく千丸出たんで、これはやりたいと思います。いきましょう。で、監督からいくかな。もう監督強化に結構泣かされてるんで、しかも筋力なんでいいでしょう、監督で。でも本当にみやびのモテモテ、もしくはサイリのモテモテが早く来て回していかないともう何も回んない感じですね、正直。なので頑張ってほしいんだけど、どうだろうなと。自己紹介、自己紹介だもんな、多分。なんで雑用はずっと雑用かもしれないですね。誰かしら、特に新マネですね、が告白雑用中に間に合えば、まあ、最もいいですけど、あとは井戸端かな。いいね、誰も。監督いきます。もう監督ですね、とにかく。やばいな。お守りなきゃ無理かな、やっぱ。かなり辛いと思います。お守りあっても辛いので、なかなか。これ、井戸端来たら一撃死するな。井戸端来たら一撃します。いやー、これ無理だな。3回踏まないといけないもん。ちょっと早めにモテて、マジで。サイリか。まあいいでしょう。サイリいきますか。お、チャンスメーカーうまい。来ない。誰か来て。治癒。もう初級。割とナイス。そして、モテろ。おお、いいっすね。SOS。上でよかったか？変わんないか？はい、ぼ。練習。そう、もう本当誰でもいいから早く告白してきて。それもそうだな。盗塁欲しい。ゲー、治癒邪魔。で、落ち着けで調子安定かな。技術によるんだな。ミサしかいない。しゃあない。うわー、シビア、帰らない。サイリ行ってますね。ちょっと本当そろそろ今日誰かデートを始めないと辛いよ。全然出てないでしょ。566。まあ初級ハイボちゃん目と割といいコツはもらえたので無駄にはなってないですけど、ちょっと辛いですね、そろそろ。いけるかな。
辛いのでここ100点欲しいけど。ツーベースとか連発してくれると結構得点が。ノー、あー、やってしまった。完全にずれちゃった。フォークだな。もっと集中していこう。千丸だよ千丸。いやーダメだな、強振しても気配ないな。ツーベースか。あ、ストレートか。うわー、ダメだ。欲張ってはいけない。欲張ってはいけませんね。呼び戻し。さあ、餅つきバトルしましょう。これちょっと新マネが克服来ないときついな。サイリーだとあんまうまみないな。よし、行ったら来るやつ、ナイス。お、チャンスメーカーこれ4になる。あ、いいっすね。静か、行きましょう。よし、試す。で、びっくり。東雲、東雲先輩はいかんとやばいぞ。阿部飛行学、阿部先がいいな。おお、まあ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 、次びっくりしたらちょっといかんとまずいっすね。これやっぱ完全積むな。井戸端来たら、井戸端来たら積むやつです。うん、サイリー間に合いましたね。ただサイリーは結構踏まないと、てかモテモテ解消されたら終わりますね、マジで。モテモテ解消されたらやばいな。そうだな、呼び戻しますか。あ、お願いお願いお願い。あざっす、助かった。彼女重なろうぜ、これ。で、東雲のタックは正直いらないっすね。初級取るか。結構大事だな。カワヒがないのでランドあげましょうか。なんとも言えない流れですね、今のところ。やっぱ彼女は3人かな、ちょっと無理あるかな。4人ハマったらって感じしますけどね。無駄なくなりますからね、デートばっかりだから。で、まだカミラちゃん行かないと。まあしゃあねえな、正直しゃあねえなって感じですね。行け、ミュウミュウ。で、全くデートの内容が分かりません、私。デートがちょっと評価下げるやつ全くいけないな。これ10上げられるか、精神8。今回上を選ぶしかないですね。我慢を選んだ方がポイント高いんで、そっちを選んだ方がいいかもしれないですね。ちょ、パーヒーお願い。レベル2。取りなし点枠。おーい。
めっちゃ足引っ張ってくる。うん、打開とか強いな。東雲先輩はもう仕方ないな、こりゃ。サイリが、くれるので、もう降格のコツをね、待ちたいんですけど、もう来ちゃったらしゃないっすね。あべひ、うーわー。しかも帰らない。ちょ、頼む。うまくいってない、いろいろ。なんとかして。おー、ラッキーガルっぽいもんな。ついてない、頼む。よし。助かった。で、次、試験だね。パワー足らないけど、まあ、なんとかなるだろう。ミート A にしとけ。という安直な。これ、誰でバレンタイン行った方がいいの？神話ね、割と雑魚いな。サイリで行きたいけど、サイリの評価無理だな。静かにかけますか。静かもそんな強かったっけな、でも。まあいいか。静かに行こう。もう何が正解か分かんなくなってきた。まあどう頑張ってもサイリは、練習踏んでバシバシ行かない限り無理ですね。スライダーかな。スライダー好きですね。スライダー好きだな。あーまずい。貯金ができててよかった。シュート。えい。でも4人も組むんならエンゼルの方が強いかなっていう気もしてきますね。4人も彼女組むんならね。やっぱ周囲のいいところって練習レベル3で割と経験点が稼げるっていうのがうまみの一つだとも思うんでね。デートしてるっていうのもちょっともったいないかもしれないですね。おお、ラッキーセブン、いいじゃん。重なって彼女。重ならない。てかもうカミラ行かないとどうしようもないかな。3人だからな、マジでデートしないと無理だな。本気のデートをしないと。ほんとモテモテだけ解消しないで。解消されたら全て終わる。小山みやび。守備職。意外性。逆境取るか。逆境はいいだろう。逆境直取りします。うん、意外性一番欲しかったやつですね。ダブルタックなら肩、おお、割と強いな、これ。今回はパスします。うん、デートが追いつかんですね。3人だったら、彼女がデート行ってもよかったんですけど、今のところも。ちょっと間に合わんな。うん。そんなに出てないな。っていう感じですね。ただエピローグは一人分増えるんだね。結構、練習に付き合う。結構行くんじゃないかな。サイリー。サイリー、やべえな。なんという女の子なんだ、サイリー。サイリリスク高っ。行くしかない。能力上げ忘れましたけど、行くしかないです、これは。さ、動画が全て終わるのかどうか。
かった。お、付き人氏が手下みたいになってるけど。で、何が欲しいかというと、なんかハイボールもらったよな、多分。だからハイボールいらないんだよ。バントか、キューチかな、欲しいな。ロボヒいらないもんな。注意して、キューチ。ミサで評価上げてもよかったかな。ちょっと難しいですね。うん、筋力短い、大きいな。で、静かは間に合わせられましたね、なんとか。うん。ちょ。あ、そうか、静か。なるほどね。今、141かな。ちょっと評価っていうか、能力上げるか。またなんか高まってきてる印象が。臨床の高まりが抑えきれない。色、あ、コーチね。練習でしたね。壁比はもらんときつい。おーい、シノノメ裏切りすぎ。ちょっとこれシノノメほんと裏切りすぎっすね。やばいな。そんな一緒に練習なんかしてる場合じゃないぞ。コーチいけるけどな。無理だな。行ってる余裕が、うーわ、ない時にこれ来るからな。ちょ、サイリー、やべえな。サイリーのカラデートがやべえな。困っちゃいましたね、サイリー先生。にしてもやっぱ千丸強いっすね。ここで結構な値出てるな。いや、ちょっと東雲が今阿部日を裏切り続けてるのが結構大きいですね。もう早急とかもサクッと2段もらって、じゃあ1個掴むかみたいな流れがいいんですけど、つらいな。もうそろそろ踏めないぞ多分。あとミサーも踏みたいんだけど、もう告白来ないな、踏まないと。うん、サイリーも本当にカラデートしてる場合じゃないですからね、今。頼むから、井戸端、許して。井戸端は許してください。神がなかなか噛み合ってくれないな。C は行くだろう、どうせ。むしろ C 以上行くな、これ。もう、なんでもいいんですよね。びっくり練習かタック。シングルでもいいんで、噛み合ってくれれば、そこは、踏みたいという感じですね。お、コツが分かった。何もくれないか。彼女色。雅行きたいけども。彼女がいません。というわけでいきません。上り上司。描く。結構精神はここで消化できると思うんですけど、問題は敏将ですね。何で消化しようという感じです。こっちか。こっち、ちょっと無理だろうな。し
かもうまみねえや。独身術早めに行きたいっすね。よし。ちょっと足引っ張った分かなりで。足引っ張ったよね、君ね。うわぁ。独身術取ります。これはもう本当に早めに取って、ゲームを楽にしたいですね。うん、キバさん。キバ静か大丈夫だな。大丈夫じゃねえか。もう評価上がることねえわ。うん、ここは絶対100点ですね。フォークやめろって。つら。おう、ボールだな。変化、狙い玉、狙い玉。マジか。やばい。ちょ、やばい、これは。フォークやめろって。高めで助かりましたね。よしよしよし。シンカーならいけるはず。うん、やっぱり最難関はパーヒも基礎値もない初回、あそこですね。うん、で、今回はちょっと運悪いな、正直。頼む、なんかください。ラッキーボーイってなんか重なってないか。取っちゃった方がいいな、本当に。重なってないか。セブンかもらった。おお、いい、いい。骨状況いい。彼女たちが恐ろしくやばい。あと、カミラはもう、さすがに踏まないとどうしようもなくなってきましたね。待てないな、そろそろ。門限。お願い、これ重なって。うわぁ、監督。監督が一応評価言ってることは助かったなと。悪なきデートに行きます。もう神がいたら行った方がいいっすね。リーチしてますね、2人。18アップすんだ、ここ。めっちゃでかいね。いいね。静か踏まなくていいね。乾燥させましょうか。で、まあ、カミラを見つつ、空き時間で、サイリーを踏んでいく感じですよね。付き合って。うん、そこそこ伸びてそうな。デートめっちゃやったからな。女子パワー。で、千丸で来ているので、金徳全部回収と9000いくらいけばいい感じかな。静か。お、これ結構行きたい。おー、どっちがいいんだろうな。ミュウちゃんって最後上がるの？デート5回目。あ、評価10アップですね、成功で。ということで、優先順位は静か。ポイントもタックしないのにこっちの方が大きいですからね。そろそろサイリーやばいぞ。お、カミラ。よし、大丈夫でしょう。あともうサイリー踏みながらさ、そんなものに頼るな。の連打か。
間に合うかな、告白。怪しい。いねえわ。これはもうデートに突っ込むしかないですと。色旗来たら全て崩壊します。ちなみに、いやー少しか、なんと厳しいんだ世の中。そしてもうデートができないので、本当にサイリーを踏んでるしかやることないですね。いやーここに欲しかったな、サイリー。小平やべだし行くか。てか左右踏めないぞこれ。よし、ラーメンか。ちょ、見かけたら行った方がいいな。見かけたら行った方がいいっすね。そう、もうデート連発になるんで、ミサちゃんこれはやばいぞと。よし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 、上げていくか。なんかものすごいな、なんかポイントが。ハイボール置いとく。連打を取るか。ちょっと本当に告白早めで。よし。で、多分足りてないかな。全部デートしても足りない気はしてます。なんで本当にサイリを見ながら恐る恐る。ミサとデートしてる感じですね。ちょっとほんと流れ良くないから頼むから勘弁してっていう感じですね。どんとお守り持ってきてたら全然変わったなこいつ。もう今頃サイリもほぼ足りてたぐらいだと思いますね。それ言い過ぎかな。ギリギリ間に合うかどうかだな。でも帰る、一緒に帰る率が7月って非常に下がるので、正直運が良きゃ間に合うなみたいな。運がまあ普通程度では今回はマックスもらえない気はしてます。と言ってる間にもう終わりそうだな。いや、やっぱお守り必須だわ。68点惜しかったですね。頼む、いいやつくれ。高い、おお、重ねられた高いよ。はい、いない、サイリー、サイリーじゃねえや。行っていいだろう。ミサ、ちょ、ほんと神様、仏様、分かってるけど、分かってるけど井戸端はやめて。分かってるけど井戸端はやめて。なしよ。よし、サイリー、あ、いますね。あー、でもカラデートしたら終わるな。一瞬で崩壊するな。でも行かないと崩壊しますから、ね、それこそ頼む。打撃出し行っちゃう。ほい、帰れ。おー、割とナイス。4人間に合わせるってかなり辛いな。
で、阿部ひな、本当に何とかしてほしいんだけど。行きましょうか。いや、阿部ひ、阿部ひ。本当何の意味もないですから、東雲連れて。高角打法は本当にサイリーくれるんで、本当一番欲しいの阿部ひですからね、東雲から。で、結構なんでしょう、あの雅ちゃんのタックがうまく絡むと守備タックですね。まあ技術正直足りて全然楽勝ですよって感じではあるんですけど、阿部ひはね90技術軽減できますからね、こっち来たら。先般しののめとお守り持ってこなかった自分的な感じかな。そう、本当お願いだから本当許して、もう井戸端来た瞬間千丸でもやめるかもしれない頼む。よーし、あ、練習できないよ、強っ。サイリー多分あと2回ですね。めっちゃドキドキする。よし、よし、ナイス。ってか完走しなかったのか、割と助かったけど。強ー、もうここに来て、うーわー、神が足りねえ891ってなんか恐ろしいことになってますね。平日流しコツもらえないよ。頼む、ドキドキはしてる。よし、守備上げようかな。頼むよ、次のターン次のターンが全て。多分だって新真似さえ言ってないんじゃない。うん、みゆちゃんちょっと怪しいですもんね。で、これミサいかんな、このままじゃ。ひとまず行きますか。あー、守りくれ守りくれ。ワンアウトランナー一塁という場面で八木橋、やべ走った、やべ走った、ごめん邪魔しちゃった。やっぱ超テクニカルですね、4マターのお守りなしは。スーパーテクニカルだ。僕程度のプレイヤーじゃ4人を手駒にすることは難しそうな感じです。よっしゃ、試合は大丈夫でしょう。俊英リードで迎える7回です。ツーアウトランナー1塁という場面。あと今回は金特系ですね、かなり掴んだのがなかったと思うので、そういうところでもちょっと運がないなとは思います。ちょ、ほんと頼む、めっちゃドキドキはしている。よーし、回避、神回避した。うわ、強っ。これにいけない悲しみはありますね。守備関係ないかもしれないけど、あげるか。頼むぜ。おし、ほんとこれは頼む結構ミサちゃん最近失敗が多くて、体幹の成功率7割ぐらいですね。頼む。よし、成功。これ15ぐらい上がってくんないかな、評価。お、13か。少しか。かなり来ない。ただこのラブパワーがすごく有能。おお、しかもダブル。
いいじゃん、めっちゃいいじゃん。これこれでミサ行かない、行かないか。やっぱ一人半減しますね。運力で一人半減で済むぐらいですね。これ二人行かなくない？二人行かないし、ミウちゃんちょっと怪しいんですよね。ちょいっと足りてないんだよね。行くかなこれ、二人踏めたら。行ってくれたら嬉しいけど、ね、もう阿部ヒダメそうだな、本当にも。阿部ヒがダメそうっていう。つら。ハイボール行きますか、これ絶対取りますから。うん、ラッキーボーイもコツ掴んでますし、アイコンタクト上り竜はいいでしょう。はい、行きましょう。うん、めっちゃクソテクニカルだな。お守り持ってたら全員マックスですね、間違いなく。あー悲しい。これはいい当たりだ、宇宙艦一等。入った入った。今回はちょっと最大限生かしきれませんでしたね。でデートがこうして詰まってしまったのもやはり雑用期間のデートですね。あれができなかったので、まあ、なかなか詰まってしまったなという印象ではあります。やっぱり思った通り精神は、おお、やばいな、かなり出ますね。金徳精神系食うやつばかりなので、ほぼそうなので怖いんだけど、本当に彼女出ろ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 彼女どっちか来い。サイリか色おお、よーし、ナイス。ミサこれでいってないかな。これでサイリマックスもらえたらほぼほぼっていうか、もう花丸あげたいぐらいの立ち回りでしたね。めっちゃ怪しいよな。でもサイリ来たらサイリ行こう。まあ行きますか。で次で、まあ阿部日が来なきゃ阿部日は取るしかないっすね。お待たせ、行ったのかな。うん、血ののめ先般だな。バッターは八木橋。第9守備職人とかもおそらく取れないです。第2球投げました。打ちました。痛烈。なんで少ない回数で本当にいかにこう彼女とコツもしくはタッグを踏めるかが非常に重要になりますね。特に呼び戻しまでするので練習を踏んでる余裕はほぼないです。リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを取れないか。ここはよく選びました。僕チャンスメーカー取ってない。投げました。通信。チャンスメーカーは外してると思うけど、外してなかったらちょっとやばいな。俊英、今回はクリーンナップから。サイリ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 。先頭バッターは3番八木橋。今日3打点を挙げています。葵ちゃんがストレートしか投げてこない。サイリ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 頼む。サイリもしくはちょっとカミラはいてほしい。もうサイリは正直半減してもしゃあない。色色いいよいいよ。カミラいってそうな感じするけどな。おお、サイリいる。サイリ行きましょう。ちょっと賭けですけど、下手したら3人くらい反撃する可能性ありますけど、ここはね最大値狙いで、いやーこれをかなり頑張ったんじゃないですかね。いや自分で自分を褒めてあげたいぐらいですわ、ここまで諦めずできたのは。でチャンメを置いといて、技術系ピン、ま、チャージはいいかな。技術もうちょっと使わないとかなり怪しいですね。筋力はちょっと置いときたいな。インコース、ささやきは取るか、本命戦かと。
400あれば大丈夫かな。左とか取ってますからね、すでに。さよならにしておく。さよならだったらそんなに痛でないよね。てかコツない割にいけてるな。さよならいっとく。344なら大丈夫でしょう。うん、これでいきましょうか。本当にみんなマックスでみんなマックスでお願い。みんな多分でも5足りないくらいでマックスいけてないかな。カーブは狙いません。ネクストバッターサークルに控えているのはサイン第2球。もうカウントワンボールワンストライク。フォークも狙いません。第3球は外角高め外れ。もバッターよく見ました。カウンター2ボールワンストライク。このボール唯一で、そう、ほんとドキドキしてきた。千丸ですからね。そう、やめて、勝たして。春芸、追う展開で迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている八木橋。第2球、投げた。打たなくてよかった。そう、ほんとに春芸さん頑張って。めっちゃ頑張ってるから、ほんとに。同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で八木橋。今日3打点を挙げています。投げた。ボール、カウンター2ボール。第3球ちょっとダメだ、独身術人をダメにする。第4球も投げた。完全に独身術が人をダメにする。次は5球目、低めグリーンいっぱいストライク。キレのある変化球。第6球を一塁ランナー自動。よっしゃ、おお、すごい頑張ってる。入った。いや、この厳しい状況で本当すごい頑張ってると、自画自賛したい。八木橋サクセスになってます。ここまで全打点を叩き出しています。オッケー、入れた。これ負けたら切れちゃう。勝てました。ちょっとほんとマックス頼む。最後までドキドキするサクセスだな、これ。で、この構成でコーチ狙いに行くのは無理ですね。頼む。あー、3位か。正直これはもう余裕ないな。まずは1人目頼む。サイリは割といけてる気がするんだけどな。おお、サイリちゃんの専属はちょっと羨ましい。まじまじ見るの初めてかもしれないです、そういえば。半減した。ちょ、やばい。これ半減だと結構な人数半減しそう。うわ、二人。やばい。静かは大丈夫です。そうか、やっぱり。やっぱ言っとくべきだったか。さあ、いやー、カメラに言っとくべきだったな。これはちょっともったいない。9300出て2人半減で200、400。いや、400どこじゃないか。いいか、400か。なんでマックスこれ9700ぐらい出ますと。で、あとは東雲が阿部日をくれてれば最高でしたねという感じです。あー、これ2人半減はちょっとがっくりだな。ちょっとさすがに取りたくないな、これ。割といいな、割と強いな見た目。肩は正直上げられないか。補給もきついっすね、ぶっちゃけ。あー、これ半減分がな、死ぬほどきつい。死ぬほどきつい。さす、いやー、200点欲しかったな、せめて。ちょっと待ってください。いや、でもこれは本当に振り絞って、お守りなしで振り絞ってできる最大の範囲だったと思います。
正直これ以上は無理だなっていう感じです。まあお守り持ってきてても結局あれですね、井戸端が変のタイミングで起きるとどうせまあ全部潰れるのでというのはあったんだけどな、やっぱちょっと安牌で行くべきでしたね。9500あったらワンチャン SS ありましたからね、多分。ちょっとこれでは、この流れでは、無理そうな感じかな。さて、9は35。肩35。35だね。臨床激余りだな。技術は何とでもできそうですね。臨床ですか。ここしかないですが。で、怪我取るか。パワー S 無理だな。打球伸びもう一個いけますね。115なんで安いでしょう。キャッチャー取る。ああ、もう超きつい。もう超きつい。45にする方、結構うまみあるけどな。10アップでしょ。9ポイント。97.8。 どうするよ、どうするよ状態になっちゃった。あー、ちょっと足らないかな、ちょっと足らないかな。いやー、2人分が欲しかったな本当に。速攻行く？接戦はちょっとご遠慮願いたい。どうせあげるもんな。95にしますもんね、多分。95全然だな。高いわ。臨床のはけ口がわからん。いや、そこしかないぞ。ここしかないっすね、臨床かけ口。筋力がな、201。いや、粘り打ちにする。追い打ち取ったらゼロになる。粘り打ち取ってもゼロになりますね。追い打ちきつい。あー、守備めっちゃもったいない感があるな。そんなこともないかな。15ぐらい上げると。15ですか。15、守備。15ないな、8。やっぱ A まで伸ばさないと話なんない。精神足らないっすもんね。チャンスを2段は無理だけど外すわけにもいかんらしい。満了とかあれですか。あ、割といいかも。割といいかも。なんで満塁取ったんだろうぐらいまである。片目打ち。接戦になるな、本当に。もうちょっとあったらな、弾道4にできちゃうんだけどな。インコース。難しいっす。片目打ち。ちょっと足りないんですよね、なんか。なんかちょっと足りないんだよな。
これか。追い打ち取る。追い打ちポイント重いな。肩に振ってもいい気もするな。45までいかないと無価値か。60までいくと結構高いですからね。たまない。ずっと振らしてなんか振らしてなんかいるでしょう。違う。なんかいるでしょう。まだ外せますよ、私みたいなやつ。これでなんかいけろ。あっき打ち外したらなんかいいね。き打ち外したらいけんなぁ。これはいけんなぁ。からのムードムードが出現した。しゃね。これはあっき打って終わるか。おう、どうでしょうね。いやー、ちょっとあと半減分あったらいったな。ナイス Q。 いやー、かなり頑張ったんですけど、やっぱあと半減分があれば SS は乗っけられる自信はありましたがって感じでしたね。ただあのこういう立ち回り、彼女の力だけでも、ほぼ彼女の力ですね。でも、S 級の半ば前くらいかなは乗せられますよと。しかも半減してるんで2人というのを皆さんにしっかりとお伝えできてよかったかなとは思います。では東雲が阿部ひくれるとさらにこう技術系の特能が取れるのと、やっぱ小湊兄が僕は高校でハマるのかなと。その盗塁のコストが取れたりするので、そうすると走力こううまくはけさせていけたり、まあいろんなこう彼女構成が考えられますね。彼女 SS やりたかったが、まあしゃあない、また頑張っていきたいと思います。かなり面白い回にはなりましたね。うん、これでまあ200点2人なので9700ぐらいで、確か初回の試験が60オールぐらいだったので、ここも200ん、ここは200じゃないか、ここは160点で、1万点に迫れるとは思います。いやー、ちょっと楽しかったな。だいぶ楽しかったですけど、まあ、やれて SS くらいかな。あとは、もう一個の金徳をどうにかしない限りは、ちょっと伸ばせそうにはないなという感じの印象ですね。かなり皆さんに参考いただけそうな動画にはなったんじゃないでしょうか。まあ、遊んで目指せ S 級なり SS っていう感じのタイトルでいこうかなと思ってます。これはなかなか面白いかな。すげえ頑張りました。立ち回り的にはすっごい頑張ったんですが、最後裏切られましたという感じでしたね。あれちょっとほんと数値にしてほしいですね。メモリじゃなくて。わからんですね、正直。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLikeボタン。今回ほんと頑張ったんでね。あの状況で。コメントお待ちしております。また、Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、フォローいただけましたら嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。